この時つるを溝じゃないところにかけないようにしっかり十文字にかかるようにしたら、中指を親指の頭に乗せて人差し指を支えて、この時は矢を支える感じ、持ってはいけませんよ、矢を支える感じにしていいですか。こういう状態が保てるように、これがもし握ってしまったら、こうやってやってしまったら落ちます。それとここの矢を深くかけすぎると今度離れにくくなってしまうので、怖いから最初深く矢を持ちたくなる気持ちはわかりますが、矢を支える感じでこの練習をしてみてください。握ってしまうと離れにくくなってしまって怪我することがあります。手を打ったりすることがありますので気をつけてください。あと天文線をしっかりつけて、ここでも握りたくなる気持ちはわかりますが、整えるだけです。それで親指のこことこっちも親指、同じ親指の根元でこれだけ、羽が折れないようにはびき、羽を引くと書きます。するようにしてください。で、脳を見ながら的に行きます。こうやって行くんで、的はあるに決まっているので、脳を見ながらこのように面を向けてください。そうすると目線がきれいに見えます。以上です。何分？